はい、こんにちは、あゆねです。今から1月23日のオーネストさんのネタチェキ読みたいと思います。この日めっちゃ寒かったよね。いきます。はい、タルタルありがとう。はい、今回はですね、目元がいっぱい見えるようにダブルピースで撮りました。なんか最近ね、メイクを変えてきてて、1ヶ月に1回ぐらいね、更新したい日が来るの。女の子来るの。女の子って言ったらあかんな、カンナギラビッツ来るのなんかね、女の子にとってさ、化粧品って一個一個違うの。男の人から見たら全部一緒に見えると思うんだけど、違うのよ。だからね、ちょっと教えたくてなんか変えたんだっていうのを言いたくて、だからね、これのチェキにしました。でも私の目がチャームポイントに思ってるので、どこかって言われたらね、別に押し出したいわけじゃないんだけど、笑顔になった時に薄くなる目を見てほしいです。この笑顔のチェキは目が薄くなってるはずなので、薄くなってますなので、見てほしいなと思います。ライブの時が一番自然な表情なんだけどね、やっぱなんかチェキの時ってなんかちょっと固まっちゃうから、なるべく自然な表情できるように頑張っているんですけど、最近は結構マシになってきました。変化に気づいてもらえたら嬉しいです。ありがとう。はい、お次が、天井天気名前を先に言えよ、チューキー、ありがとう天井天気にしました。今回はリクエストもらってありがとうございました。天井天気の一番好きなところはここです。わかるかな、この何、なんか世界が回ってる感じをイメージして、勝手にな、勝手に言ってるだけやで、なんかイメージしてるような感じがして私は好きです。ダンスパートがある曲って大体好き、ダンスパート大体好き。朝木めみしもこうタッタッタンとかあるやん。で、栄養消化もジャンチャチャンジャンジャンチャ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 とかあるやん。あと天井天気もそうやし、大体ダンスパートめちゃくちゃ好きです。天井天気は止めないといけない部分が多くて、なんか 0.5 コンマずれただけでもなんか気になってくる。大きい振り付けやから、なんか止めたら目立つとかでもなくて、細かい振り付けでもこういうのとか止まってなかったら気にならん、こうやってなってたら気にならん、なんかそういうのを極めていきたいです。私はいい環境です、本当に。これからもいっぱい頑張っていくので見ててね、ありがとう。はい、お次が、はい、今回はメグで雷神のリクエストでした。ありがとうございました。雷神のリクエスト難しいな。はてなくくわせのところが好きです。なんで好きって言われたらね、シルエットが際立つからかな。なんか大体私が好きって なるところはシルエットが際立つところなんですよね。なんか動きのシルエットじゃなくて、キメのシルエット、なんかこういう動きのシルエットじゃなくて、バシなんかバシとかバシとか、なんか止めれるところが好きです。今止めたところ全部ダサいからスルーしてほしいんけど雷神はここが好きです。なんかちょっと、これも中二病っぽいな感じだったまあこれでまたセットリスト組んでみてください。最近雷神やらよね、またやりたいと思ってます。ありがとう。はい、以上です。あゆねのチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。